皆さんこんにちは。いつもサポートしていただいてるアディダスオフィスに潜入できるということで、特別許可をいただいてアディダスオフィスを皆様にご覧いただきたいと思います。では次、続いてこちら、これはですねアディダスの新ロゴですよね。新ロゴでございます。新ロゴです。これまでとどこが違いますか？え、待って、これまでとあんまり変わっ…あ、変わってない。あ、ここにアディダスがない。正解。イエーイ。よかった、よかった。ここ間違えてたら多分もうこれ何なんですか？新しいアディダスのトップオブスポーツ、スポーツの象徴のロゴになります。はい。なんでここが消えちゃうんですか、アディダスっていうの？もっとスポーツとカジュアルと、はい、あとは中間のゾーンっていうのがいろんなこうお客様が出てきてる中で、やっぱりアディダスはスポーツブランドなんで、うん、スポーツがもっとこう輝くように、うん、今回ワールドカップ参加やってますけど、はいはいはい、そこを皮切りに、スポーツをもっと力入れていくぞという部分もしっかり込められている形で、この素材が何でできてるんでしたっけ？ペットボトル。いいとこに気づきそうです。実は、我々最も力を入れているのがサステナビリティ。サステナビリティ、はい、のところで環境に配慮して、はい、まあ、ウェアとかも今ほとんどリサイクルポリエステルを使っているんですけど、そうですね、ペットボトルのキャップをアップサイクルして作っています。すごい。こっち、あの横から見た方が、ここから見るとね、やっぱ分かりやすいと思う。伝わるこれ伝わるかな伝わってほしい。やっぱ環境に配慮してこういうのも作ってるっていうのはすごく素晴らしいことですよね。ね、皆さん社会科見学も焼いて、杉を焼いて、すっごい。一応映っていいか分かんないけど、あのアディダスの担当私の担当の山田さんです。お願いしますすごく恥ずかしがり屋らしいです。恥ずかしがり屋じゃないです。あ、次、こちらで通り過ぎちゃった。これは何ですか？これが今、アディダスが大切にしているパーパス、はい、まあ、目標であったり、アディダスの信念ですね。信念らしいです。どういう意味ですか？ギリシャでプレーしている森川さん、どういう意味ですか？え、スロースポーツ We have the power to change。 何？生きてる？いろいろ変えていけるよみたいな。そういうことですね。いろいろ変えていけるよみたいな。正解でございます。イエーイ。スポーツには、人生を変える力がある。そうですよね。で、こちらは？こちらもジャパンのオフィスなので、日本の地図が書いてあって、ちょうど真ん中ぐらいのこの A のマークがアディダスオフィスの場所を。どこですか？あ、これか。これか。あ、出た。これ。本当だ、アディダスの A です。ここにあるんですか？今の地図とそう重ね合わせて。おー、すごい、すごいよね、でっかいオフィスが、うん、綺麗。あと歴代のボールが、あ、すごい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 。これ何のある歴史ですか？これはそれぞれのイベントですね。あ、オリンピックとか。オリンピックス。そうそうそう。へえ。あれ誰かわかりますか？え、誰誰とか言っちゃダメだよ。アディダスを作った人ですね。何さんですか？アディダスラさん。え、名前アディダスラ。アディダスラさん。やばい、これさ、すごいあれだよね、知らなきゃダメなやつだよね。アディダスラさん。だから、え、名前がアディダスラで、アディダス。知らなかった、初めて知った。すごいよ、ほら、よくわかんないけどさよくわかんないんだけど、すごいのよ。東京タワー映して、そう、本当ね、普段絶景なんですけど、今日はチーンって感じで。タワー見えないね。見て見て。残念ながら。全然見えない。天気悪。すごい、あれか。そう。天気悪すぎる。とんでもない霧がかかっております。あとはアートが。アートだって。オフィスが何層もあるんですけど、それぞれの場所にこういう都市をモチーフに、これはね、どこだっけ？原宿。
をテーマにいろんなデザイナーさんとかアーティストがめっちゃ逃げてる逃げてる コラボをして、あの生で描いてる。そうですね。全然頭に入ってこない。逃げすぎて。まあ、とにかくすごいのよ。けど逃げるのよ。めちゃめちゃ逃げる山田さん。上に行きましょう。もう山田さんじゃん。もう YouTube チャンネル。勘弁してよだって。上？はい山田さん、本当に仕事が早い仕事が早い仕事が早いんですよ、山田さんすぐ荷物、これくださいってこれくださいって、送ってくださいって言ったら、うん、次の日には来るすごいでもギリシャ行きの荷物はもうギリシャはね、全然来ないなんでか止まってるもう、本当全然来ないあ、私この靴履いてる今超最高、履きやすい。ウェイトの時これ履いてます。この編み編みがね、最高。折り紙がコンセプトでございます。へー、あと漫画とコラボしたりとか、今回はすごいね、サッカー。そう、バスケもね、これぐらい頑張っていきたいですね。そうですねここはスカイ、ここは社員専用の屋上のカフェでございます。社員専用です。私今社員です。社員です。ね、すごい。あ、すごい雨。本当であればね、ね、出られて、地元でしたいです。すごい。社員専用のカフェらしいです。今日はね、祝日ですもんね。そうです。だから誰もいないんですよ。貸し切りにしときました。イエーイ。イエーイ。今オフィス見学が終わったので、次は撮影の様子を皆様にお届けしたいと思います。血色良くなってる。血色ってなんやね。で、一旦こちらで衣装を買ってまして、シューズ履いて、さっきめちゃくちゃ着替えめっちゃ下手いいです。一回立っていただいてもいいですか。はい、ちょっと髪の毛やばいですよね。全部取れちゃった。すいません。さっきやばい。じゃあ、撮影の方、行きます。はい、お願いします。じゃあ、最後も座ってください。そうですね。はい。よろしくお願いいたします。自分の人生はバスケットしかないなっていう気持ちで、オリンピックに自分が出場してるっていう夢を見て、何回も諦めようと思ったんですけど、やっぱり夢が私を動かしてくれました。なんか眠そうだけど、ね、この体勢キープがきつい。この椅子がちょっとあれなんですね。そう、高いの。どう、人がいっぱい。すごいね。すごい。人がいっぱい。ロケなんで。
どうだった？ちょっと疲れた。真顔苦手だった。でも周りの人の方が疲れてる。ちょっと休もう。食べる。逆側向くとどうですか？こっち側です。はい。はい。そのまま目線で乗れましょうか。はい。あ、口元がいいですね。いいですね。はい。どうぞ。ください。これ状態。あるいいじゃん。髪の毛とか全然後ろだから。あ、全然後ろに。はい。絶対ブル、あ、なんだっけ、ワールドカップの写真大体さ、あ、こういうの撮らされた、わかります？あ、いいですね、いいですよ。腕の位置変えてみましょうか。腕の位置変えてみましょうか。腕位置を変えてみましょうかね。あ、じゃあ、あ、それはそうですね、はい、かわいい。もっと開けましょうか。あ、あ、あ、お、お、雰囲気いい。いいね、いいね。いいです。いいです。はい。いいね。いいね。そうね。上手だ。お疲れ様です。ハードな一日だった。疲れました。言葉が出ない、疲れた。でもたくさん写真撮って皆様にお披露目するのが楽しみです。これ出るときはもう広まってんのかな。出るときはおそらく出るわ。じゃあ裏側でしたって感じで。私のアディダスの撮影の一日の様子でした。ぜひよかったなと思ったらチャンネル登録とコメントと、なんだっけ、高評価、グッドボタン、いいね、
よろしくお願いします。高評価、いいね、グッドボタンと同じじゃないなんでもいいよとにかくもう疲れたんでもう寝ます。私は寝ます。バイバーイ。はい。